今回は6月28日に行われた棋聖戦五番勝負の第2局を見ていきます。先手番、こちらが渡辺明。後手が藤井聡太です。で、これを見ながら解説していきます。7六歩、8四歩、6八銀、3四歩、7七銀、6二銀、2六歩、4二銀、2五歩、3三銀。で、こちら今のところ、両者居飛車で戦うような構えですね。で、先手に関しては、銀がここに出てきたことで、矢倉に行こうというところですね。あ、後手も同じく、銀が出てきて、矢倉。まあ、典型的な将棋の戦いになったと思いますね。もう教科書戦法って言ってもいいぐらいね、一番典型的な居飛車矢倉っていうところに落ち着こうとしていますね。続き見ていきます。4八銀、3二金、3六歩、7四歩。で、ここまででも、矢倉の構えでいきますね。で、先手の渡辺明がまだ金を動かしてないですね。なるべくここは早めに行った方がいいと思いますけど。はい、続き見ていきます。5六歩、4一玉、5八金右、5二金、7八金、あ、金やっと上がりました。3一角、6九玉、4四歩、4六歩、4三金右。で、今のところは、居飛車矢倉でお互い一緒ですね。同じような形になっています。で、あとは、まあ、王がそれぞれね、矢倉の中に入るかどうかは、まあ、これから見ていきます。で、どちらもここの、飛車の斜め上の歩を上げていて、結構居飛車の中でも、まあ、攻撃的な形に持っていこうとしているのがわかりますね。3七桂、8五歩、6三銀。で、ここ、矢倉を一旦崩してね、銀を斜めに上げてきてるっていうのは、これは、割とね、まあ、頑張った、攻めたっていうかね、多少リスク取って攻撃に回そうっていう作戦なんだと思います。で、居飛車の、やはり攻め筋は、防ぐには、銀と金の、この矢倉の囲いがね、すごい硬くていいんですけれども、それを崩したっていうのは、これは大きいですね。まあ、いい方に大きいのか、悪い方に大きいのかは、この後見ていってわかると思います。7三銀、4七銀、6四銀、4五歩。で、ここついていきましたね。ここから戦いがもう激しくなりそうですね。同歩、同桂、4四銀、4六銀。ここももうかなりぶつかり合ってますので、もう、ここの勝敗がですね、戦局全体に大きく影響していきます。ここをどう裁くかでね、勝敗決まると思いますね。2二角。なるほどね。2四歩、同歩、同飛、2三歩。で、ここはやっぱり居飛車狙ってたんですけれども、ここね、金銀2枚いて、1枚動いたところでね、まだ金がいるんでね、ここはまだ突破できないですね。2九飛。で、ここをやっぱり先手がもし突破していくんだったら、この銀がどんどん上に上がっていくしかないですね。他の駒を、まあ、どっかで取って持ってくるかですね。いずれにしようね、飛車と歩だけだとここは突破できないですね。なかなか硬いですね。5四金。これもね、だいぶ面白い形になったなと思います。ちょっと逆にして見てみると、
銀、金、銀が3枚ね、だいぶ、自陣から上の方に上がって、攻めてきてますね。上に上がって相手側に寄ってきてます。で、王の周りを見ると、ちょっと金がまあ1枚ここにあるけれども、金、銀がだいぶ攻めに出てるんでね、ちょっと寂しいなっていう、守りが心配かなっていう形なんですけどね。守りが薄い分、まあ、攻めに回してるんで、すごい面白いなと思います。で、こちらは、先手番は、金2枚がしっかりガードして、今のところ、玉は安全ですね。うん。硬いです。で、4九飛車。ここ一回、居飛車の攻め筋を諦めて、これね、右から四つ目、右四間ですね。ここの攻め筋から攻めていこうっていう作戦だと思います。4二飛。で、向こうはね、飛車やっぱり振ってきて、同じ飛車筋に合わせましたね。ここの居飛車の筋。やっぱり銀がここにいて、まあ、いつでも戻ってね。矢倉に戻すことができるんで、ちょっと硬いかなって思ったのかな？諦めたのか、まあ、こっちからとりあえず攻めようっていう作戦ですね。57銀左、73桂、35歩、65桂、68銀、45銀。ん？ここ大きいな。4五銀ね。ここ取りたくなる場面ですけれどもね。大きく角交換に行きましたね。2二角成、同金。で、4五銀、同金。4三歩、同飛。6六角。ちょっとここが心配ではあるんですよね。飛車金で2枚で攻めてきてるんで、今ここ飛車1枚しかないんで、ここら辺はちょっとね、何かしら打たないと突破されそうですね。で、今ここで角打って、まあここはまあ金はガードしてくるからまあ取れないでしょうけど、3一銀ガードされました。うん。このガードもちょっと面白いかなって。うん。消極的なガードかなって。3三銀でも面白い展開になったと思いますね。ここの、もうちょっと銀を前に出してもよかったと思うけど、まあ、3一銀ですね。で、7九玉。うん。そうですね。ここまだ硬いから、まあ、ここにいても、ここにいても、いいんですけどね。4六歩。ちょっとね、これ、やっぱり、ここの、ガード遅れてると思うんですよね。今もう、飛車、金、歩で相手3枚で攻めてきていて、まあ、飛車と金がいて、ちょっとこれね、攻め込まれそうなんですよね。で、飛車の斜め、ここが弱点がありますから、ここにいつ、駒を打たれるかわからない恐怖がありますね。ここ打たれちゃうとちょっと飛車はどうしようってね、逃げなきゃいけなくなっちゃいますから。進んだのが3四歩、8六歩、同歩、8七歩。これがまたやらしい手だな。中に入ってきましたね。で、9六歩。いや、微妙だな、これは。取った方がいいんじゃないかなって思いますけどね、普通に。うん。ここ変に相手の駒を、戦力を残しておくよりも、しっかり潰した方が良かったんじゃないかなと私は思います。で、これ、桂馬まあ、たとえ、ここから攻めてくるにしても、ここに対しては、桂と金と銀と角でガッチリ効いてるんで、ここは動いても平気だと思うんですよね。うん。で、まあ、ここ動いても、銀と金があるんで、真ん中の守りもいいんじゃないかなと思って。バランス的には、ここ金ね、上がって取るべきだったと思うんですよね。うん。9六歩、7五歩、8七金上がりましたね。何だったんだと。まあ、ちょっと一瞬ね、あれ、なんで歩を放置したんだと思ったんですけど、やっぱり取りに行きましたね。
7六歩、8八玉、7五桂。これやらしい手だな。7六金、4七歩成。まあ、そうこうしてるうちになられちゃいましたね。飛車金、成金で、これで3枚での攻めがここに集中していて、こちらはもう2枚しかないからちょっと不利ですね。5九金。まあ、下がったとしてももうここ3枚で攻めてこようとしてるところに、2枚。あ、でも角が効いてると言えば効いてるんだよね。8七歩。これね、今、守りの目線で見ると、桂馬がここに効いてて、取れない。で、ここの桂馬がここに効いてる。で、ここ2箇所が潰されていて、今3箇所目ここが潰されます。で、逃げるとしたら、まあ、どっち行くかって、こう左に逃げるか右に逃げるかっていう、ね、選択肢分かれると思いますね。右だとでも、ここ1、2、3マスぐらいはちょっと生きれるスペースがありますので、左だと2マスって、難しいですよね。ここは悩みどころですね。9八玉。5七桂成。7五角で取ったか。なるほど、なるほど。ここの桂を先に取りに行ったか。そうしちゃうともう、でもここはもう完全に潰されてますね。飛車金、歩、成金、成金で、4枚対、ちょっとこれもう形勢が悪いっていうか、ここはもう確実に潰されちゃいますね。まあ、取るっていうのもあったと思うんだけどな。こっちをさばいた方が、なんとかして食い止めないともうこの流れは止められないんで、こっちを先処分した方がね、対処した方が良かったんじゃないかと思うんですけど、桂馬を取りに行きましたね。いまいちだと思うんだけどな。なぜここの桂馬を取りに行ったかっていうのがちょっと、謎ですね。謎っていうか、失敗しちゃってんじゃないのって正直思いますね。まあ、例えばね、この歩を新しくここら辺にでも打って、一旦ね、飛車を狙うわけですよ。そうすると、まあ、角が効いてるから取れなくて、金でバックして取る。で、下げておいて、ここを取り返すとかっていうのもね、あると思うんですよね。まあ、とにかく、ここの中心の流れをね、受け止めてどうにか裁かないと、きついんですけれども、先手が選んだのは、桂馬を取るというね、よくわからない手で、いきましたね。で、5四角。で、ここ今金が浮いてますので、簡単に取られちゃう。ただ取りされちゃうんで、これを押さえなければならない。銀。っていうね、ちょっとこれもね、いまいちな手ですね。私が思うに。今ここ中心のラインが攻められそうになっていて、ここは戦いが激しい。で、負けそうになってるから、少しでもね、ここをどうにかしなきゃいけないときに、この銀が一個こっちへ逃げることで、もうここ3枚で今中心のライン支えていたんですけれども、それが1枚さらに減って、2枚だけでもうここを受け止めきれないわけですよ。これはね、私はミスだと思いますね。ここは、銀かな？銀、新しく打つっていうのが良かったんじゃないかなと思います。で、銀を打っとけば、ここのガードにもなるし、歩の前ね、
ここちょっと危険なところを先に打ち消すっていう狙いもあるんで、ダブルで利かせることができるんで、銀を新しく打つっていうのが、このね、うん、7七銀新しく打つ、ここが一番良かったんじゃないかなと正直思います。こっちはもうすでにピンチなんですけど、このすでにピンチの状態からさらに一人ちょっとこっちへ来てねってね、あの助けてくれね、こっちに援軍行ってねってね、うん、ここがピンチなのに、人手が足りない状況なのにさらに一人抜けてしまうっていうのは、駒を温存したのはちょっと失敗だと思いますね。続き見ていきます。7五銀で同金、6七成桂、6五銀、同角同金、7七桂成、だから言ったじゃんっていう思いますね。ここやっぱりだから銀新しく打っていけば、まだここに銀はいた状況なんでね、銀銀で2枚ここに効いてたらね、もっとがっちり硬かったんですけど、効いてない。同桂、7六銀、6一角、もうここら辺はちょっとやけくそ感が出てますね。もうここら辺放置して攻めに行ってますけど、もう今更攻めても遅いですね。9七銀、で先手番投了、ちょっとねこれ、まあさっきも言ったけど、ここら辺の攻防が、あの銀をね、あの大切に持ちすぎたっていうのが敗因としてありますね。銀新しく使って打っとけばよかったんだけれども、すでにここにいる銀を左上に動かして援軍に行かせたっていうね、ちょっとね駒の節約しすぎてね、大切に大切に使っていこうっていうのがね、逆に失敗した原因ですね。大切にしたはいいけど、大切に持ってても結局玉が取られちゃったらね、王さん取られて最後ね負けちゃったら意味ないんで、積極的にもっと駒使っていったらね、また違う展開が見えたんじゃないかなって思いますね。やっぱり銀のね、節約、無理な節約ね、やりすぎだったなと、大切に温存しすぎたなと、まあそういった結果ですね。なかなかね、ここの、まあ、中央の、ちょっと横、右視点の位置、ここからの攻めが厳しかったのが、ね、すごい上手いね、やっぱり。後手番がね、だいぶ上手かったな、後手。ここの攻め、しっかりね、攻めてきたな、っていう。で、ここ守りきれずに、ちょっと、崩されたな、っていうのがありますね。いや、もっと、まあ、打ってけよって、ちょっと正直思うんですけど、まあ、大切にしちゃったんでしょうね。まあ、そんなところです。面白い将棋が見れました。渡辺明さんね、大体、居飛車矢倉のパターンですね。で、結構、その、藤井聡太の守りが硬いんだな。居飛車をなかなかね、通さないですね。なかなかもう通らないで、やっぱり攻め筋をずらすっていうところにね、相手を誘導してるっていうか、もうそうせざるを得ない状況でしたね。なるほどね。これは強いわ。ということでね、今回は、6月28日に行われた棋聖戦五番勝負第2局の様子を解説いたしました。解説は将棋1級のミスタースイムでした。終わりです。ありがとうございます。